どうも、チアス。今日はカレー皿の仕上げ削りをしています。カレー皿ね、まあ、こんな感じの直径24センチの結構深めのタイプになりますね。24センチ、8寸サイズで、外側の高さが55ミリぐらい取ってあります。結構深めのお皿で、まあ、名前の通りカレーを食べるときに、一人分のカレーですね、を食べるときにちょうどいいサイズだったり、あとパスタとかでもね、ちょうどいいですね。そんな感じのお皿。結構これ人気がありますね。用途がね、はっきりしているっていうのもあるし、まあ、もちろんカレー以外、パスタ以外にも使えるんでね、まあ、ちょうど使いやすいサイズでもあると思います。それの仕上げ削りをやっています。今回使用している材料は水芽っていう材料になります。水芽っていうのはカバノキ科の植物になりますね。で、まあ、カバノキの材料といえば、まあ、マカバっていう木と、で、まあ、この水芽っていう木が、まあ、ほぼ材質的にもね、ほぼ一緒、同じような感じで、結構もうこういう木材の板とかの状態になって、もしマカバっていうのと水芽っていうのをこう並べて置いてある状態だったら、これどっちがマカバでどっちが水芽かっていうのはちょっと判別するのが難しいんじゃないかなっていうぐらいのそっくりですね。で、このマカバ水芽っていうのはですね、材質的にはすごくしっかりした材質で、で、まあ、緻密で、最後の磨いた仕上げとかの後もね、光沢があったり、とても綺麗な材料なんで、割と家具を作るのに使われる材料としても、まあ、割と使われていますね。人気がありますね。だからまあそんなにたくさんの量はねないので、なかなか家具とかをこれでカバ材で家具を作るとしてもなかなかの高級品みたいな感じですね。で、この水芽材なんですけれども、削っていると結構硬いというか、まあ、粘りがあるというか、そんな感触がありますね。うん、なかなかハードです、この仕上げ削り一つするのもね。うん、結構大変な部類に入る材料かなと思います。まあ、こんな調子でね、ただ黙々とひたすら仕上げ削りをしていくっていう感じですね。相変わらずです、この辺は。パワーも使えません。でもだいぶここは涼しくなってきたので、体的にはだいぶ楽になってきた感じがありますね。
ら削ると。木くずをちょっとこっちに入れておこうか。疲れる、内側のね仕上げ削りは
これでできました。というわけでまあそんな感じで次のやつもね進めていきたいと思います。それじゃあこの辺でバイバイ。